ピンワングランプリ準決勝、スポーティーさんの出番真っただ中。よし、かなり受けてる。これなら決勝進出の可能性はある、うん、でも決勝の壁は大きい。何人もの芸人さんがここで涙を飲んできました。お疲れ様でした。どうだった？かなりいい感じだったと思います。まあやるだけのことはやったから、あとは結果待つだけだな。そうですね。優勝できなかったら引退というプレッシャーの中、そんなことはお首にも出さず笑いをお客さんに届ける芸人さんってなんてかっこいいんでしょう。運命の結果発表は明日です。こんなに笑える世界なら生きてもいいと思えた。青臭いこと言うから笑ってほしい。もう一発のチャレンジは茶化さないで。どうすればこの空みたいな大きな笑いを作れるだろう。空見るとなぜか泣けてく。爆発力熱いってバンドよな。胸を張れ、チンクルなこと自信持って、大きな声でヘラヘラシャドウ。かっこつけたままの文章も焦がし救えない。頑張ってない人間なんてこの世にいないんだ。さあ一歩踏み出そう。見たことがないパターン探して見上げれば笑う空。決勝の連絡そろそろか。はい。 V で見た。スポーティーかなり仕上がってたな。そうっすね、うん、気合いのあり方半端なかったです。来ました。出ろ。はい、はい、もしもし。あ、さやかちゃん。うん。あ、ごめんごめん、最近さちょっとさスケジュールタイトで。そうなの。そう、マネージャーってめちゃくちゃめんどくさいのよ。そう。あ、すぐ行くすぐ行く。うん、すぐお店行くから。あ、行くときボトル入れんね。うん、わかった。はい、さやかちゃん愛してるよ。はい。お前会社内で堂々とキャバ嬢と電話なんかしてんじゃねえぞ。内藤さんも今度行きます。行くか。いい店ですよ。行かない行かない。あ、本当ですか。あ、来ました。おい、出ろ。はい、もしもし。はい。え、差し押さえ。勘弁してくださいよ。差し押さえないじゃないですか。いや、返しますから。ちゃんと100万っすよね。分かってんすよ。いや、じゃなくてね、うちの会社あのブラック企業なんすよ。給料安いんすよ。いや、本当にマネジメントなんて稼げないんですから。はい、すぐ返します。あとキャバクラに行かなきゃいけないんで、その辺もうまいこと手配してちゃんと返しますんで。はい。あ、分かりました。はい、すいません。はい、宿用です。はい、どうも。お前結構長く借りてんだな。まあ金は借りてなんぼじゃないですか。まあ、天下の回りもんつうでしょ、ね、あ、ちょっと来ました。もしもし。はい、はい。あー、みやびちゃん。ごめん、連絡できなくて。いや、仕事が…ふざけんな。いつまで続くんだこの展開。いや、ちくて、やめてください。みやびちゃんめっちゃ下半身いい子なんで、本当に今度行きましょう。お店ね、連れてくんで。いい加減にしろお前。いや、いいじゃない。ちょっと待ってください。来ました。これマジのやつっす。
もしもし。はい。はい。わかりました。あの、スポーティーさん稽古で今会社来てるんで、僕ちょっと伝えてきます。おい。いやね、結構若い子たちの言葉って理解できない時あるでしょ。いろんな言葉が、でもね、そういう流行語っていうのはやっぱり、ね、女子高生から始まるわけですよ。お疲れ様です。おう、あれ、今のネタっつうのは。いや、ほら、内藤が言ってたろ、小道具なくてもやれるネタを作っておけって。内藤さん、どんな状況、どんな場所でもマイク一つで披露できる漫才は強い。体一つで披露できるネタがピン芸人には必要なんだよ。だからしゃべくりネタ作ってた。すごいっすね。確かに2パターンあればお客さんの感じでネタを使い分けることができますよね。まあでも、もんじゃネタとしゃべくりで2つしかねえのは少ねえけどな、そしたらこれがあります。あのさ、これテレビ出れないのよ。てか、なんでお前これ持ち歩いてんだよ。でも勘違いするなよ。大事なのはネタ数じゃなくて質だ。当たり前だろ、2つとも仕上げるよ。そんなことよりスポーティーさん、ピンワンの運営から電話来ました。決勝進出決まりました。マジか。じゅマジですよ。しゃ、もうこれでもう優勝見えてきましたね。ああ、よし、じゃあもう決勝進出の乾杯しちゃいますね。まずは、はい、パリラパリラパリラロータ、いや、やめとく。あの、乾杯は優勝した後にしよう。そうっすよね。あ、そうしましょう、ね、ちなみに今日ここって何時まで使える？予約ないんで大丈夫です。じゃあちょっともう少し稽古したいけどいい？全然。あ、じゃあ僕も付き合いますよ。あの、このネタもね、詰めなきゃいけないんで。だからそれは使わねえっつってんの。使わない。くっそー、今夜キャバクラ行く予定はリスケするか。いざ、ピンワングランプリ決勝へ。ネタを仕上げるため、稽古の日々は続きます。今日はですね、ピンワン決勝に向けてのマスコミ取材日です。それではいろいろお聞きしていきたいと思います。よろしく。大丈夫、ビヨン。ビヨン、これダメだろ、これ。